もともと昼職歴の方が本当長くてホストなんて本当やるつもりじゃなかったんですけど、夢というかやりたいことをやるためにやっぱりお金は必要だなって思うことがあって、やりたいことをできない人生ってすごい嫌だなと。HostTV.com。グランドオープンからたった1年で確かな成功をつかんだキャンディーズヘブンで働く一人の男がいる。クルス・アヤ。実は彼は誰にも明かすことのなかったもう一つの顔があった。それは YouTuber。 チャンネル登録者数はなんと約10万人。ホストとは全く違う素顔と名前で活動し、ドリフトレーサーとして大会への出場経験も重ねる。一本動画を出せば瞬く間に数万の再生回数と数多くのコメントがつき、イベントでトークショーを開けば数えきれないほどの観客が押し寄せる知る人ぞ知る有名人なのだ。そんな彼がさらに自身を高めようと踏み入れたホストの道。しかしそこは苦難の連続だった。自らのコンプレックス、そして思うように伸びない売り上げ、アヤは全てを変えることを決心した。その一つの手段として選んだのが整形。今回アヤの整形当日からダウンタイム後に至るまでにカメラが迫った。さらに YouTube、ホストのそれぞれの世界でひた隠しにしてきたもう一つの顔を全て公表することを決意。アヤは理想の自分へと生まれ変わり、ホストでも成功することができるのか。彼の約2ヶ月間に密着した。承認欲求がすごく強くて、認められたいというか、とりあえずひたすらモテたかったんで、まあ目立ちたがりでもあったんで、目立てば有名人という形でモテると思って YouTube も始めましたし、でそれで成功してもなかなか結果に出ない。でやっぱり今回整形しかないんじゃないかなと思って、本当自身の全てを変えるべく整形を選びました。YouTuber としての活動では成功を収め、しかしホストの道では思うような結果をつかんでこられなかったアヤ。整形で生まれ変わることを誓った彼だったが、その施術日から数日前のこと、カメラの前に姿を見せていた。お疲れ様です。お疲れ様です。え、これあやさんの車ですか？いや、実はそうなんですよ。すごい車乗ってますね。都内ではあんまり珍しいからっていうか恥ずかしいんですけど、今日なんか YouTube 撮影されるって聞いたんですけど。あ、そうですね、ちょっとこれから撮影の方行ってみたいと思うんで、よかったらちょっといいですか、同行させていただいて。はい、この日都内で YouTube の撮影を行うということで同行させてもらうことに。あやさん、都内で車乗ることってあるんですか？まあでも自分の車では運転することはあんまないんですけど、はい、まあ、レンタカーだったらあるかなって感じで。あ、なるほど。ちょっと車が車なんであんまり持ってきたくないっていうのが本心ですね。普段この車ってどこにあるんですか？あの、実家の群馬の方にずっと置いてあって。彼の愛車の1台、日産シルビアバリエッタ、限定仙台生産という希少なこの車を独学の知識で大改造を施した。なんとこれまでにかかった総額は約500万円。まさに愛情が詰まった1台だ。で、まあこれの他にもう1台あって、これはもう街乗りとかもできるんですけど、はい、もう1台ドリフト専用のシルビアって車があって、さらにもう1台あったりするんですけど、国産スポーツカーがめちゃめちゃ僕好きなんですよ、はい、無駄に車を持ってます。まずこの車は買われたのいつぐらいですか？高校を卒業してすぐでずっとこれ乗ってて、当時でも100万ぐらいだったと思うんですけど、もともとずっと車に興味があって、はい、僕的にはもうファッションの一部だと思ってるんですよ。でその中で、まあ、ドリフトめちゃめちゃかっこいいし、うん、スポーツカー、国産スポーツカーってもうダントツで一番かっこいいなと思って、はい、一目惚れして買いましたね。色とかは自分で塗られたんですか？そうです、自分で全部オールペイントしてやりました。自動車学校とか出てないんですよ僕。ショップの社長さんに教わりながら、その人が YouTube の相方なんですけど、ほぼ自分一人でこの車手掛けてて、トランクとかも自分でサンダルぶった切ったり、マフラーとかも溶接して10本出しとかもやってたりしたんで。それで自分で全部手掛けてるともう愛情とかも湧きますよね、やっぱり。まあ本当に一回この車廃車クラスの事故したことあったんですけど、どうにか直して、でまあ復活してみたいな感じで、まあ一生この車乗っていくんじゃないかなみたいな感じで思ってますね。
ドリフトはもう高校卒業してすぐ、当時スカイラインっていう車乗ってたんですけど、その車で始めて、やっぱり人と違ったことをしたくて、まあ僕特に才能も特になかったんですけど、スポーツとかもで唯一本当に興味というか親近になれたのが車で、で何か車の一つ覚えで本当やってみたいなっていうのと、一回高校生の頃も本当僕結構頭いかれてるんですけど、自転車でママチャリでもずっと赤城山っていう山急に登りたくなって登ったりした子だったんですけど、その時にその走り屋って方たちがいっぱいいて、はい、めちゃめちゃかっこいいなと思って、俺もやろうかなみたいな感じで。ドリフトのなんかその大会とか出られたこととかありますか？あ、あります。 D1 ドライバーっていうわけじゃないですけど、フォーミュラ D とかなんかいろいろそういうなんかあるんですけど、まあ普通の大会、結構大きな大会とかで最大で3位とかにはなったことあるんですけど、はい、MSC っていう、それは日光だったと思います。まあ、ずっと走ったりなんだりとかしてて、まあ、最近は、まあ、この車と別のもう一台の方で走ったりしたんですけど、ドライバーさんが結構みんな30代40代が多くて、どんどん車の戦闘力っていう問題になってくるんですよ、はい、やっぱりお金がかかるみたいな。意外とそのドリフトやってる人、どっかの社長だったり車屋の自分でいじれる人、もっと専門的にいじれる人みたいな感じで、想像してる以上にこのレースの世界っていうのはホストが女の子に使ってあげる以上にかかるなーっていうのはありますね。なんでやっぱりまた復帰したいっていうか、そっちの活躍したいんでホストで頑張ろうかなみたいな、まあ夢ですね。なんか余計そのお金の大事さみたいなのもよく分かりますよね。もともと昼職歴の本当長くて、ホストなんて本当やるつもりじゃなかったんですけど、夢というかやりたいことをやるためにやっぱりお金は必要だなって思うことがあって、やりたいことをできない人生ってすごい嫌だなって、車というかそれが今やりたいことなんで、でもちろんかっこよくなりたいっていうのも第一条件にあって、もう結構欲張りなんですよ。ドリフトって部分はやっぱり自分の中でももう一つの趣味というか顔というか追い求めてたみたいな。一番は承認欲求が強いんでモテたい、頂点はそこなんですけどね。Swim, no worries, as we'll fall.